橋田賞俳優松たか子さんです。松さんどうぞご登壇ください。賞状第26回橋田賞松たか子殿、今年度のカルテットにおいて謎の多い男女4人の奇妙な共同生活を通して人生の機微を繊細に描いた脚本の持ち味を十分に生かし、壮絶な過去を背負った主人公を見事に演じ切って多くの視聴者に支持されました。今後ますますのご活躍を期待するとともに、その功績をたたえ、ここにこれを称します。平成30年7月18日一般財団法人橋田文化財団理事長橋田壽賀子、どうもおめでとうございます。素敵な賞をいただきまして本当にありがとうございます。カルテットに関わったスタッフ、キャスト、ともに、ありがたくお受け取りしたいと思います。自分ではあまりやったことのないタイプの役だったんです。詳細を言うのはまだご覧になってない方もいらっしゃるということなので言うのはやめます。ただあんまりテレビでこれだけチャレンジを詰め込んだ作品にはなかなか巡り合っていなかったようにも思いますし、私自身もスタッフそれぞれも台本を受け取るとおのおのの場所で定位置で次の台本を夢中になって読んでいる光景っていうのはやっぱりすごく楽しかったし幸せでした。出演者ではありながら次回の脚本を楽しみにできる展開に驚くっていうことは連続ドラマにしかできない大きな力だなと思って、もう1年半くらい前のことだそうです。私はそれ以来連続ドラマやってないのでそこで時間は止まっていますが、今でもいろんな記憶はとても鮮やかです。本当に関わった全ての人に感謝したいと思います。ありがとうございました。